皆さんこんばんは。今日は12月13日木曜日です。ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？では最初に今日お伝えするニュースの項目です。選挙管理委員会の納藤ラオシーサワ君副事務局長によりますと、選管は来年の2月24日を投票日とすることで一致したということです。韓国のズシット宮殿前とサナームスワパで開かれているウィンターフェア、ウンアイラック・クライクアムナブ・ヘンナム・ラタナ行進には、タイの伝統衣装を身につけた人たちが大勢訪れています。北部チェンライ県は、タイ最北の町メーサイで、地元に住む10の少数民族の文化遺産を紹介するイベント、第6回アメージング・テントライブズ・オブ・メーサイを開催しています。続いてニュース展望です。今日は観光客の安全を促進させるための水上クリニックというニュース展望をお伝えします。以上、今日のニュース、ラジオタイランド、宮井義明でした。